その悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく駐在人が一人泉州に潜り込んでいると。我が命じる。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。弁解は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ、こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもしれんぞ。やつらも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君もいか。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃないか。なあ、カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を解くのよ。行くぞ。気にかけ、降伏しろ。避難早速。ガキが相手だから手を下せない。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。そうだ、確かに二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣、見覚えがある。あの女に教わったか。もらう。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではないが、僕はまだ戦える。